花山天皇は、日本の、第65代天皇。意味はもろさだ。霊勢天皇の第一王子。母は、摂政大大臣、藤原れ政の娘、妙後開始。三条天皇の異母に、火山源氏の祖。火山の委員や花山法王とも呼ばれる。安奈二年、父霊勢帝の弟王子である、森平親王の即位と共に皇太子になり、栄冠二年。 道うみの上位を受けて即位。生後十か月足らずで立大使したのは、摂政であった外祖父、これまさの意向によるものだが、17歳で、即位時にはすでにこれまさは亡くなっており、有力な外籍を持たなかったことは、2年足らずの在位という後、果てを招いた。関白には先代に引き続いて、藤原頼忠が着任したが、実権を握ったのは、 帝の外級吉シと目のとこ藤原コ重であった。吉シとコレシは、昇園生リレーの発布、貨幣流通の活性化、武装禁止令、物価統制令、地方の行政改革など、革新的な政治を行ったが、革新的な政策は関白である頼田だらとの、確執を招いた。さらに皇代主会人新王の外祖父である右大臣、 藤原金家も花山天皇の早期退位を願って天皇や吉地下と対決の姿勢を示した。そのため、宮中は吉地下派、頼だ、喧嘩の三つどもえの対立の様相を呈して政治、そのものが停滞するようになっていった。ここに天皇の女性問題が加わる。藤原溜光の娘、藤原志士に劇的に心を動かされた天皇は志士を女王にすることを望んだ。 義シチの性質は、シ子の実の姉であり、天皇は直ちに義シチに、義父、タめミの説得を命じた。娘婿の必死の懇願に、タめミも、シ子の受代を決める。深い長愛を受けたシ子は解任するが、神ン元年7月18日、17歳で死去した。これにショックを受けた天皇は、出家して、シ子の供養をしたいと言い始めた。 吉地は天皇の生来の気質から出家願望が一時的なものであると見抜き、これしげやさらに関白よりただも加わって天皇に本意を促した。かんな2年6月22日、19歳で宮中を出て、低発して仏門に入り退位した。突然の出家について、映画物語、大鏡などは長愛した、女吾、藤原氏が妊娠中に死亡したことを疎隠とするが、 大鏡ではさらに、藤原金家が、外村の怪人神皇を即位させるために陰謀を巡らしたことを伝えている。蔵人として仕えていた、喧嘩の三、男道喧は、悲しみに暮れる天皇と一緒に、自身も出家するとそそのかし、代理から、元行寺に密かに連れ出そうとした。この時邪魔が入らぬように、鴨川の堤から警護したのは、 喧嘩の命を受けた生は源氏の源の三中とその老頭たちである。天皇は、ガツが明るく出家するのが恥ずかしいと言って、出発をためらうが、その時に雲が月を隠し、天皇は、やはり今日出家する運命であったのだと自身を悟した。しかし代理を出る直前に、かつて妻からもらった手紙が、自室に残ったままであることを思い出し、 取りに帰ろうとするが、出家を急いで国費に行いたかった道金が嘘泣きをし、結局そのまま天皇は代理から出た。一行が恩明師の安倍の生命の屋敷の前を通った時、中から帝方位なさるとの天変があった。もうすでに、式神紙一人、代理へ参れという声が聞こえ、目に見えない者が生命の家の塔を開けて出てきて、たった今あたりの天皇が、 家の前を通り過ぎて行きましたと答えたと伝わる。天皇一行が寺へ向かったのを見届けた、喧嘩は、この藤原道隆や藤原道綱らに明治三種の神器を皇太子の居所であった教科者に移した後、大事書門を封鎖した。月岡義都花山寺の月岩行寺へ着き、天皇が落職したのを見届けた後、道兼は、 親の喧嘩に事情を説明してくるという理由で寺を抜け出し、そのまま逃げて出家はせず、ここで天皇は欺かれたことを知った。代理から行方不明になった天皇を探し回った吉地下と重は、これしげは元行寺で天皇を見つけ、そこで政治的な敗北を知り、ともどもに出家した。この事件は、カンナの返とも称されている。出家に伴い、 海神神皇へ上位し、大乗天皇となる。この事件は、神皇時代に学問を教え、当時式部進むになっていた、紫式部の父、藤原溜時や、尾張国軍事百姓東海分で有名な藤原、元長のその後の出世にも影を落とした。出帰し法王となった後には、奈良時代初期に、徳道が観論令状33箇所の法院を接管に、 おめたという伝承があった、摂津国の中山寺でこの法院を探し出し、木の国熊野から法院の33の観音霊場を巡礼し、修行に努め、大きな法力を身につけたという。この花山法王の観音巡礼が、西国33諸巡礼として、現在でも継承されており、各霊場で読んだ巨星の和歌が護衛歌となっている。この巡礼の 晩年に帰郷するまでの十数年間は巡礼途中に気に入った場所である摂津国の東高山で陰性生活を送っていたとされ、この地には五病所があり加山の陰菩大寺とし、西国十三所巡礼の番外霊場となっている。加山の陰菩大寺の真南に位置する六光山山頂付近の六光の地神社の岩倉郡の中の行画岩に、花山法王、仏弦商人、 熊野権現連盟の石踏みがある。静岡県尾前崎市の桜が池、池宮神社をはじめ清津姫と関わる場所が加山の隠語領とされた。出家後の有名な事件としては、長徳2年花山法王29歳の時、中間白家の内大臣、藤原惚地家、高家に矢でいられた花山法王襲撃事件がある。同年1月半ば、 コレチカが通っていた古代城大臣藤原た光の娘三の君と同じ屋敷に住む四の君に花山法王が通い出したところそれをコレチカは自分の相手の三の君に通っているのだと誤解し弟の高家に相談する高家は従者の武士を連れて法王の一行を襲い法王の衣の袖を弓で射抜く花山法王は 体裁の悪さと恐怖のあまり口をつぐんで閉じこもっていたが、この事件の噂が広がるのを待ち構えていた藤原の道長に利用される形で、翌月にコレチカ、高い家はそれぞれ打財布、出雲国に左遷の体裁をとって流罪となった。これにより、あの湿気事件の首謀者であった喧嘩の孫で道高の子であった中間伯家のコレチカは、ライバルの道長に、 政治的に敗北することとなり、出世の道は途絶えた。観光5年2月加山の院の東大にて放漁、上屋上寮に葬られた。去年41。死因は、はっきりしないが悪性主要によるものと考えられている。乳母は、立花の乗りみつの母うこんに。父親の霊勢天皇も数々の逸話が残る人物であるが、花山天皇は、当世から、 うちおとりの外めでた党と評され、乱心の振る舞いを記した説話は、大鏡、小児段に多い。天皇に即位する前、皇女座に美しい女官を引き入れ、性行為に及んだという話が伝わる。出家後も、公職の趣味を止めることなく、女性と関係を持ち、上記の、朝徳の変と呼ばれる逸話も出家後の話である。また、同時期に、母子の双方をめかけとし、 同時期に双方に男子を成している。その二人の子を世の人は母原宮、女原宮と呼んだ。その一方で彼は絵画、建築、和歌など多岐にわたる芸術的才能に恵まれ、ユニークな発想に基づく創造はたびたび人の意表をついた。特に和歌においては在位中に代理で歌合わせを開催し、周囲和歌集を新選し、 周囲章を増歩したとも言われる。在位中の重臣一覧出家前に受代した正式な皇妃は流産死した父以外に子はできず、天皇の大位出家とともに、これらの女子は実家に下がった。出家後、目の徒後の中塚とその娘平平氏を同時に、長愛して子を産ませたため、世の人は中塚の腹に儲けた清人新皇を母原宮、 平子の腹に設けた明東新王を女バラ宮と称した。二人の巫女は観光元年に冷勢上皇の勇士となり、それぞれ冷勢院の五宮六宮として新王宣言を受けた。清人新王は白河白王家の祖先となった。なお、映画物語によれば王女四人のうち平子この王女一人のみ成長したという。しかし、 万寿元年12月6日にこの王女は夜中の路上で殺され、翌朝、野犬に食われた無ごたらしい姿で発見された。この事件は刑の公家たちを侵犯させ、ケビー氏が捜査に当たり、翌万寿二年7月25日に容疑者として奉仕たかを捕獲。その奉仕たかが藤原道政の命で巫女を殺害したと自白し、人々を驚愕させた。 藤原道政の父は、花山法王に矢を追いかけた、あの、藤原惚れ地下である。また、藤原惚れの末娘旧の味方を寵愛していたが、中塚笠や平子一氏と年頃になると異母帝のため、御子と新王を勧めて旧の味方と結婚させたという、退位後の御在所にちなんで、加山の院と呼ばれた。すべての天皇は、皇居の宮中三殿の一つの高麗殿に、 祀られている。寮は、宮内町により、京都府京都市北区絹ヶ崎田高橋町にある神谷川上寮に自情されている。宮内町上の形式は、片旧。日本気略に、総書は、神谷川の上、法恩寺の北とあり、法恩寺北寮とも称したので、幕末に法恩寺の旧跡に基づいて、現在地に自情された。前室の加算の陰謀大臣には、 後世の人が作った天皇の墓がある。また皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族とともに、天皇の霊が祀られている。ありがとうございます。